今日は名古屋から加藤様がね、お越しですね。美味しいですか？今トリコッコでヤンニョムバーガー、ヤンニョムバーガーじゃないよ、勝手につけた、ヤンニョムチキンドッグ、正式名称、うん、ね、うん、どうですか？美味しい、タレも美味しいし、秘伝のタレですね。チキンサクサク、パンもサクサク、サク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 、コッケコッココケコッコ、もうキャラを変えましょうかね、キャラ。あ、でもそっちの方がなんか親近感があっていいかもですよ。いや、もうかぶり物はちょっとまだ本当は、本当はしてみたい。まだ本当は解禁だ、解禁、解禁、うん、今日から解禁しましょう。じゃあここで一芸クッコ、じゃあここで一芸、何を、キーココ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 コキーココココココ、いつもどこでキャラが違いますね。もう手島さんも弾けましょうね。いや、はじ、人生弾けてなんぼですよね、何でも楽しく、まあ、合ってるんですから。あ、ねえねえ、このさ、赤いのさ、鼻の下に加えた鼻血みたいになる、お話みたい遊んどる、うん、あ、なんかね、今までにないキャラ手島さん、みんなね、真面目な人だと思ってます。いや、真面目でしょ、よく言われます。そうでしょ、あ、ツーリング行かないの、これヘルメットがいい。あ、ほんとや、これでバイク乗ればいいこれで運転してたら目立つよ。あ、いろいろあるんですよ、あの骸骨とか、あ、もうすぐチキンが、あ、チキンが、あ、できました。ちょうどよかった。食べられます。はい。ヤンニョムチキンと醤油味チキンですね。はい。これがヤンニョム。ね、これヤンニョム。こっちが醤油。これめっちゃ美味しいから、はい。じゃあヤンニョム、はい。今日二人で仲良く食べてくださいね。これ醤油ね。これハニーマスタード、こちらにもね、販売しておりますからね。よかったらどうぞ。もっと本当は早く来たから、なんせちょっとね、あの機会に恵まれんちゅうかな。